入りを着てますね。アイラインの引き方変えた？どうかな自分で分かってないの。変えたかな。ちょっと長いかもしれない、もしかしたらいつもより。直哉さんありがとうございます。はじめまして、村山由佳です。え、長いの好き？今日のアイライン好き？じゃあこれちょっと覚えますね覚えよう、この引き方。長いの超好き？ここぐらいまで書いてもいい？あり？ありですか？なしですか？ありですか？こんばんは。あり？ほんとに？ほんとに出る？しちゃうよ、いつか。鎌田さん、ありがとうございます。あきおめでーす。ありがとうございます。メイクは一期一会。うわ、ほんとにそうなんですよね。メイクって毎日同じのできないよね。涙袋ありがとうございます。これはね、サスヤラさんがプロデュースしてらっしゃるあのリリミューのグリッターをね、ちょんちょんとつけてます。めっちゃ可愛いですよね。わかるわかるわかる。カズさんありがとうございます。ありがとうございます。ホッシーさんありがとうございます。あ、スカイさんありがとうございます。あー、大吉だー、大吉大吉、ありがとうございます。今日一大吉だね。やったー、ありがとうございます。スカイさんありがとうございます。大吉なんか今日ずっとここかゆいんだけど、あ、髪の毛がいるからか。判明しました。素敵な大吉だね。よかった、ありがとうございます。嬉しい。あ、本当ですか、嬉しい。見てくださって、そう、どちらもね同じ日発売だったので、家族もね、本屋さんでね予約してくれましたよ。嬉しい。あ、配信見に来れてなくてごめん。明けましておめでとう。こちらこそ明けましておめでとうございます。年末年始はお忙しいよね。ありがとうございます。来てくださって嬉しいよ。こんばんは、こんばんは。愉快な優香、本当に愉快な優香ですよ今日は昨日よりなんか明るい気がしない？私の勝手な気のせい勝手な気のせいかはどうかわかんないけど、明るいね、明るい気がする。私もそんな気がするの。何も書いてないのにな。日替わりなのかな爪の色ゆうかちゃんから、嬉しい嬉しい。あとで楽しみにしてますね。ね、ね、私も明るい気がする。なんでだろう。確かに昨日が暗すぎた。なんか iPad びっくりしちゃってたのかな。急にそんな長時間配信するような気持ちになってないよって思って、多分低燃費だったのかもしれないもしかしたらね。さあ、岡田です。寒いもんね。今日すっごい冷えてたくない？今日すっごい寒かったよね。カイロ持ってたもん。持ってたというか、カイロ持ったもん。そう、 iPad の気持ち的にはこんな感じかな、こんな感じかな。こんばんは。嬉しい、惚れたっす。やったー、ありがとうございますね。労働基準法に違反しちゃってる、違反しちゃってたかな。 iPad 多いねー。あ、そう、 iPad 使いになったんですよ。私もね、慣れない iPad。 前はさ、 iPad でさ YouTube とか見てたけどね、最近はね携帯で見ることの方が多いから。え、ね、値上げするんですってね。もう来年のグラゴラきっと値上げだグラゴラ、またグラゴラの話になっちゃった。そうそう、おみくじ引いてきたよ。何が出たの？なんだろう、なんだろう。私ね、大吉出たことが嬉しすぎてね、いろんな人にね、私大吉出たんだって言っちゃってる。でもなんかね、あれだよね、あんま言わない方がいいよねそう、そうだよ。まあね、値上げしてても買いますよ、グラゴラ。そう、大吉、そう、なんかさ、すっごい数年ぶりなのよ、大吉なのが。ともにさん、ありがとうございます。めっちゃかわいい。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、そう、数年ぶりの大吉、中3の時
に出て、そこからはね、何だとか忘れちゃったけど、末吉とか中吉とかぐらいだったかな。星井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。大吉おめでとう、嬉しい、ありがとうございます。え、アイラインそんなに、え、嬉しい、ありがとうございます。あの今日のアイラインのポイントは、配信前にあのメイク直しをするじゃないですか。でいつもね、鏡がこうあるんだけど、机の奥の方にと手鏡みたいな感じでして、いつもアイライン手鏡の方でこうやって見てるんだけど、今日はちょっとあの遠い方の鏡でこうアイラインこうやってちょっと視界をねこうやってしながら、遠い鏡で引いたのがポイントだから多分息を余って長くなっちゃっただけなんだと思うけど。ふみさん、ありがとうございます。かずやさん、ありがとうございます。またそれが良かったっていうことですか。良かった。前に来ると特殊なセーラーに、確かにこれセーターな、セーター、セーターなんだけどね。なんかさ、これ iPad って角度難しい、てか iPad 用のさ、なんかスタンドみたいなのをさにまだ巡られてなくて、だからあのただ立てかけてるだけなんですけど、いずれね、こうこのような角度でか、まあもしくはもうちょっと奥かわかんないけど、したいなと思いながら今立てかけてるだけです何情報って。およねこさん、ありがとうございます。にゃんにゃん。 iPad、 そう、 iPad とかタブレット用になると、そのスタンドがなかなかさ、いいの見つけられなくて、てか多分私の検索の仕方がちょっとあのあれなのよ。そうそうそう、 iPad はね、まだね、配信以外では使えてない。そう、かわけんさん、ありがとうございます。けどね、いろんなねアプリとか入れたいなと思いながら、まだね入れてないTwitter もさ、連動させたいんだけどさ、まだ連動できてないから、あれだね、 Twitter の配信中ですってな、スマホからしたりして。そうそうそう、二刀流ですよね今のところ。タブレット用スタンドある？本当に？ちょっと見てみようかな。いや、100円ショップってさ、何でもあるよね。結構求めてたやつみたいなやつ売ってない？すごいよね。求めてたものがさ、100円で買えちゃうんだよ。すごいよね。本当にいいんですか100円でって。私今あのスマホの方のスタンド、あのリングライトもそうだけど、その日常的に使うスタンドっていうのがあって、本当にこう何か見る用の。雄大ちゃん、ありがとうございます。それはね、100円ショップのやつね、使ってます。そうそうそうね、400円ショップとかになりつつあるだね。確かにね、100円ショップだけど、100円ショップの100円ではない、ちょっとね、いいものも売ってるよね。エリナマロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マホちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんはね。恋も買っちゃおう、買っちゃおう、買っちゃおう。そんな安いもんじゃないよ恋は買っちゃおうとか言ってすぐ言い換えるのそう、物ってかなり使いやすいね。私も100円ショップのものお家にたくさんありますよ。助けられてるね。そう、明日、そうだ、テロップってない、ありがとうございますよ。もうすもう本当にありがとうございます。ほらやまーくんって出てくるんだけど、あれだね、もうコロナの影響を受けてるじゃん。ほらやまゆうかです。もうコロナがさ、最近もうなんちゃらくんなんちゃらくんってもう言いすぎててさ、もうすごいよ、びっくりよ。ハーモニクさん、ありがとうございます。もう眠たいくんですねーとかそう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 、もうなんちゃらくんですねーとすごい言ってる。みんなね、こう伝染してってるんだよね。そう、いつものテロップです近いよね、 iPad になってからさ、画角が狭いのかな、近くなった気がする。まあ私が離れたらあれなんだけど、首だけになっちゃうじゃん。
けどあんまりこう縦にしすぎるとさ、こうボタンってアイパッド倒れそうで怖くてできてない。そうだよ、明日お話し会ですよ。うなさんありがとうございます。そう、今年初めてのねお話し会ですので楽しみですよ。洋服もさ、何着ようかなと。洋服オーディションが行われてる今数日前から何を着ようかなって迷ってますね。私の今のさ手をサーモグラフィーしてほしい。本当にね、もうね、なんなら紫色ぐらいにすっごい冷たい。もうずっと冷たい。どうしよう。なんかさ、お家帰ってくるとさ手洗うじゃん。もうそれでもうでキンキンに冷えるのよ。ともにさんありがとうございます。もうひんやりひんやり寒いよね。私もさ自分で温められるようなことができないので、もう血流が流れないったら流れないったらねそうこたつの中あったかいのにね、こたつの中に手入れとこうかな。そう、こたつの温度冷えそうだもん、私の手が冷たすぎて。そう、明日も明後日もずっと仕事だって、お仕事頑張ってください、応援してます。けどもうちょっとしたらさ、学生の方々はさ冬休みは来ちゃうよね多分ね。だいたい成人式終わりぐらいから始まるくない？7とか8とかだった気がする、冬休みで。冬休み明けて2日間ぐらい行ったらまた成人の日で休みみたいなのがあったな。そう、やめてーって。就活大変そう、頑張ってね。休み明けたね、明けちゃうよね。10日からの方が多いのかなね。今日から学校お疲れ様。早くない？今日何日？ 5？ 早くない？あ、6か。あ、けどそんぐらいだね、確かに。早いよね。成人式メンバーって誰？今年はいらっしゃらないかな、先輩方も含めて。そう、02ラインの方がいらっしゃらないのよね、宮城含め。だから来年だね、成人式。成人はしてるんだけどね。そうそうそう、1月後半テストあるの大変、テストあるの大変だ。抜けてるんだよね。そうそうそうね、すごいよね。逆にさ、その見事にこう抜けてるのもすごくない？不思議な感じする。そうね、晴れ聞きたいよね。全然さ、なんかさ予定し分かんなすぎてさ、自分のその地元に帰るのかどうなのかもよく自分でもよく分かってないので、何も決めてないですね。色はね、赤白黄色とか入ってるのが好きかな。割と無難かもしれない。王道っちゃ王道かも、入ってたいなみたいな感じですね。そうそうそう、ゆかちゃん箱推しですって、嬉しい、ありがとうございます。同い年？あらね、迷っちゃうよね。わかるー、私もね、全然なんかね、いよいよ年明けちゃったから来年になってしまうという、もうちょっと焦りなさいって私に言ってください。皆さんちょっと焦りがなさすぎて、ちょっとやばいやばい大変だ。ロロさんありがとうございます、ありがとうございます。でもね、成人式のためにもね、髪の毛伸ばしたいよね。やっぱ長い方がアレンジできるからさ、髪の毛伸ばしたいね。赤好き、赤好きだから赤入ってたらいいなって思うけどかな。寒いね、暖房入れるの忘れちゃった。カラさんもいいね。優秀なんで、そう出るんじゃないかな。
ね、そういうのはねゆっくり決めていいんだよ。ずっと決め、ずっと悩んじゃうかもね。肌ありがとうございます。全然もうコンシーラー様様ですよそんなね、メンバー一綺麗なのはね、みんなもね、みんな綺麗なんだけど、本当にみんな綺麗だなと思うんだけど、あのリコが異常にもう赤ちゃん肌すぎて、そうリコすべすべよ、もうつるつる、もうなんかもう赤ちゃんの肌ってぐらいに、全然顔はね赤ちゃんとかそういうわけじゃないんだけど、もう肌がもう肌年齢若すぎんみたいな、リンカちゃんありがとうございます感じ。めっちゃ綺麗リコの、なんかニキビできてるところもあんま見ないもんね。私はねここにできる、ここ本当にここにできるここだけできる。そうね、顎はできないな、ここ人それぞれだよね、ニキビできる場所って。なんかさ食生活とかなんだろうとか、なんだろうね、いろいろあるらしいけど、できる場所によってちょっとこたつさ強めとたきたいなと思ったけど、ちょっと遠いから諦めようかな。諦めるね、そんなにめっちゃ寒いわけじゃないから大丈夫遺伝とかもねあるよね。うんうんうん、こう立ったらさ、その立った振動でさ、こうバタンって倒れそうで怖くて立てないので。羽高さんありがとうございます。バタンってなったらカメラガシャーンってなるの怖いから大丈夫。そうこたつも頑張りたいって言ってる頑張りたいって言ってる、こたつ頑張って、もうちょっと近づいてよ私自分から動かないのそう、腹前進でか、マジか、大変じゃないかもうダメっぽって動けないか、自分行けますってどっちだよどっちだよ、そっちが怖い結構厳しめだねこたつ厳しめじゃないか。まだいけるでしょ、やれるはず潜っていったら懐かしい、潜ってたならこたつに潜るっていうのしてたな。なんかすっごい、今はさそんな一人でこたつに潜る瞬間なんてそうそうないからさ、しないけど、なんかしてたなジェフさんありがとうございます。明けおめですね。画面ちっちゃくしとこ、あの背景のさお正月を味わいたいので、すごい汁粉のさ、あのカップの中のお餅のさ位置とかも違うんだよ、すごくない？おみくじのさ結ばれてる位置だって感覚だって違うのよ。キュー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 さんありがとうございますとかさ、梅も若干花咲いてたりつぼみだったりさ、すごくない？楽しいよね感心しちゃうの。そう、初見ですって。ベゼさんだった、ごめんなさい。ベゼさんありがとうございます、コメント嬉しいです。ニャリコールジョイの村山由佳です、よろしくお願いします。いつまで正月気分なんだ、いつまででも正月でいいよ、ずっと休みでいいよそうね、まだいけると思ってるけどね、あれだもんね、イベントみたいなのがさ十何日とかまでだった気がするんだよね、多分それまであるのかな。結構正月気分させてくださるじゃないですか、嬉しい。そう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 、なんかお正月イベントみたいなのが入ってるらしくて今ね。そう、布団から出たくないよって、もうこの時間は布団から入ってていいんだよゆっかちゃんありがとうございます。9時あれでしょ、パンダさんが来るやつでしょ、パンダさん来るやつね。私ちょっとね、なんか時間なんだっけな、なんか時間じゃなかったっけ、
8時から10時とかって言ってた気がする、メンバーがだった気がするんだよね。どうだったっけ。大地さんありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、私もさ布団と仲良くなっちゃってるのよ。そう、8時から10時っしょ。だそうです、そうみたいっす。そう、今日たまたま、今日か昨日かたまたまメンバーが言ってて、あそうなんだと思って、9時なんて知らなかったけど、まずあのコナーがね、ガチャガチャしたいんだって言ってて、ガチャガチャって思ったけど、そう9時のことをガチャガチャって言ってたのも可愛かったよね。ハズのハザンありがとうございます。明けおめですね。ありがとうございます。赤子すぎるよね。今日もさ、なんかあのリコのさツイート見て、その後コナーもあげてたけど、肉まんと豚まんの違いのツイートめっちゃ可愛かった、いいねしてたね。そうパンダね、けど私もいまいちさ、まだ全然なんかショールームのあの使いこなせてない。なんかコメントの文字のサイズ大きくするのどうするんだっけと思って思ったんだけど、なんかこう気づいたら配信時間になってた。どうするんだろうどうするんだろう。5と6の20時から22時頃、あ過ぎてるね、過ぎてるね。まあ22時頃だからまだ頃で入るかな絶対入んない絶対入んないよね。ゴロだよね。だってまだ10時だよ。ね、23時ゴロだよね。ワンチャンって言って、恥ずかしかったって言ってたよって。そう言おうか迷ったんだけど、もう嬉しくて嬉しくて、もう言わない期間ちょっとあったんだけど、言わない期間もう美月見るために私一人でニヤニヤしちゃってたのよ。だから言っちゃおうと思って、ありがとうって。けどそれでも目あったらニヤニヤしちゃう。レッスンで目あったらニヤニヤしちゃう。なんかそんな思ってくれてるのと思うと嬉しくて嬉しくてね。そうそうそう、ニヤニヤしちゃう。明日もさお話し会でさ、同じ部だからさ、多分また一緒にセーラームーン見るよ。卵焼き大臣さんありがとうございます。あけおめー、ねえ恋人かなって、私もびっくりしちゃうだってさ、別になんかね、まあ、友達っていう感じじゃないけどさ、メンバーだから。けどなんかさ、友達見てニヤニヤするってやばいよねすごくない？大恋愛だよ、嬉しいよね。あーね、尊いって、尊いだよ、やばくない？嬉しいんだけど友達以上恋人未満、泣いちゃってる泣いちゃってるけどね、だからと言ってとかじゃないけど、あの他のメンバーともね全然話すし、そう逆にね、美月と話さないかったなみたいな日も全然あるのよ。あと近くにいたりいなかったりするから、やっぱりその時と場合によってね。そう、ともにさんありがとうございます。けど基本一緒にいるねちさちゃんありがとうございます。そうそうそうありがとうございます、可愛いって嬉しい。同じ役ね、2連続 ?3 連続ぐらいでね、美月と同じ時間だよね。時間というか部が一緒だよね。そう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 、23時30分くらいまでできたらいいなと思います。今日ハマった、今日ハマったことがあるんですけど、それはね、ヨーグルトにきな粉をかけることに今日ハマってしまいまして、いきなり話変わっちゃってごめんね。挙手制挙手制ケンケンパさんありがとうございます。めっちゃ美味しくって、私びっくりしちゃった。なんかきな粉あったのよお家に、けどそうあった期間にヨーグルトおちなくって、今日やっと
ヨーグルトも どっちもあるという条件が揃いましてやってみたかったのよね。こんなに美味しいんだと思って毎日やってますね。もっと早くから知りたかったよ。どんな味なんかね、どんな味、ちょっと待って、ちょっと前に食べたのに、なんか一瞬シナモン感じない？それ私の味覚がちょっとあれ。ヨーグルトにきな粉かけて食べてる。うめえうめえじゃん。毎日食べてんの？いいね。私も毎日ヨーグルト食べたいぐらいのヨーグルト大好き。シナモン感じない？じゃあちょっと気のせいみたい。いやなんか香ばしい感じ。なんか和と洋って合わないのかなって思ったのよ。どちらかというとヨーグルトって洋ですかね。洋かな。クローバーさんありがとうございます。合わないのかなって思ったけどね、もうびっくりびっくりしたしちゃった。ヨーグルト、お、今日うまい、うまいね、うまいね。あたしさんありがとうございます。は、砂糖入ってないやつです。だけど私蜂蜜かけたから、まあ砂糖入ってるみたいな感じかな、ほとんど。そうね、そう、結婚記念日、そう、私さ、リップ見てさ、見てたよ、そう。けど私からそんな、あの、全国放送するのあれかなと思って黙ってたけど、おめでとうございます。今日何日だって 再確認したもん。あつしさん、ありがとうございます。え、何バースデー？ハッピーバースデー、結婚記念日、ふぅ。ちょっとわかんないけど、え、けど本当におめでとうございます。ありがとうございます。教えてくださるのも嬉しいね、こんなめでたい日ないよね。そう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 ね、結婚記念日私も親の覚えてるもん。大事だよね。おめでとうございます。小鹿ちゃんも可愛いし癒される。ほんとにね、バースデーじゃないもんね、ハッピーアニバーサリーだね。だねだね、おめでとうございますね。すごい嬉しいよ、応援してくださってるのも嬉しいし。明日お話し会参加するって、やったー、楽しみだー。また久しぶりだよ、話せるね、嬉しいよ、楽しみですよ。ねえ、お話し会、私明日割と夕方の方じゃないですか、部がね。だからもう元気かもよ。もう、いや、まあ、いつも元気なんだけど、もう口が達者になっちゃってるかもしれない。もう一日かけてさ、そう、私だって朝の配信より夜の配信の方がもう口数もう圧倒的多いじゃないですか。そういう感じで多分夕方だからさ、まあいい、もう達者ろう、もういっぱい喋っちゃうかも。あみさんありがとうございます。ね、あけめできるね、嬉しいよ。そう、夜行性のね、夜型人間発揮しちゃうよ本当に。一言目ね、あけおめいっぱい、今日はめちゃくちゃ早口言葉やるんじゃない、本当に。ちょっとお題待ってますね。ランサさんありがとうございます。あら、興味できないろ。けどあの、初めて、今年初めてお話し会に来てくださった時が明けおめだから、な、もう何月になっても明けおめだよ。12月とかなるとちょっと悲しいけど。パニャンマニャーさん言えてる、パニャンマニャーさんはじめまして。これスラスラ言えたら言いたいな、お名前。ありがとうございます。村山由香です、よろしくお願いします。明けおめ2月、嬉しい。2月に明けおめしよう。まあ、いや、4月1日になっちゃうけど嬉しい。先の予定があることが嬉しい。その立ってくださってるの本当にありがとうございます、嬉しいよ。何月になっても初めましてできるのも嬉しいよ本当に。早口喋るね、私も早口で、じゃあ返すね。そのためにもやっぱりそのお話し会前にこう発声練習しとこうかな、滑舌と。ね、貴重なお時間なのからね、もうできるだけもうピッてもちゃんと伝えたいことたくさん伝えられるように。そう、アイラインちょっと今日長めですね、私も自分でびっくり、長め。こんばんは、こんばんは。そうそうそう、11日、嬉しい。11日、そう、11日さ、あの、多分私のさ、お誕生日間近でさ、すごいあの完売した枠だもんね。本当に嬉しいですよ、完売まで。もう本当にありがとうございます、楽しみですよ。どの日も本当にもちろん楽しみね、
誕生日何着ようかな、何着ようかな、何着よう、まあ誕生日に限らずね、何着よう。私さ、今年誕生日さ、何曜日、誕生日何曜日何曜日だろう、何だろう、予想は木曜日。さあどうだどうだどうだね、ゆぐじゃー、ゆぐでーす水曜日か、惜しい、惜しいよ、惜しかった、水曜日でした。そっか、単純計算すればよかった、11日から日にち出して、全然なんかそういう計算をしようという気になってなかった。サイダーいいね、夜のサイダー今から飲むでしょ、夜のサイダーって美味しいよね。私さ、年末年始の、年末年始どっちだ、年始、そう、年明けて、家族とねホームパーティーした、ホームパーティーという名のただの夜食を食べただけなんですけど、そう、ピザ食べた、夜に10時とか10時過ぎにピザを食べた、はは楽しい、美味しかったし幸せでしたね、普段食べないからさ。メタリカさん、はじめまして、村山由佳です、よろしくお願いします。お日様さん、ありがとうございます。なんか前も来てくださってた、覚えてる、お日様さん、そう、夜のピザってよくない、さつききょうさん、ありがとうございます。私ね、その食べ放題とか、なんかこう食べ放題っていう、もうそのことが好きなのよ、食べ放題するっていう。で、今までね、結構いろんな食べ放題に行ったことあるんだけど、一番何がっていうのもちょっと若干兼ね備えてるじゃないですか、パンだし、若干パンだし、まあ、ピザということも、もの自体も美味しいし、チーズだし、甘いのもしょっぱいのもあるじゃん、若干パンじゃない？そう、小麦感じるじゃん。そうだからピザさ、結構食べれるみたいで、なんか甘いものの食べ放題とかって結構序盤で甘ったるいなって思っちゃって、なかなか食べられないの、思いのほか食べられないってことが多いんだけど、さつききょうさん、ありがとうございます。そう、種類もあるしね。そうだね、そう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 、からね、最近気づいた、甘いものより食べ放題はまあしょっぱいというか味が濃いものとかの方がいいのかなと思ってね。いや、普通に福岡にいた時にスーパーでなんかこうのお惣菜コーナーで売ってるようなピザがあったのよ。よくスーパーでこうトースターで焼く用のじゃなくて、もうちょっと大きいサイズのねピザ売ってる、ただよ、お惣菜コーナーに、そういうね、たまにね家族で買って帰って食べてたりしてたんだけど、それでもね、私ね、半分とかなんかペロって食べちゃってたことがあって、もう自分でも驚き、あ、やばい、もう半分も食べちゃってるみたいな。だから多分一枚いける気がする、ピザだと。ピザ美味しいよね。そうだから今まで行った食べ放題の中で一番食べたなって思ったのもピザの食べ放題だの。もうそれがもう物語ってるからすごいと思って、ピザ美味しいよね。そう、イタリア人かもしれない、そうかもしれないにしてはちょっと鼻がそこまで高くないにしては鼻が、前世だからね、前世だから関係ないかそんなに目褒めてくださるの嬉しいんだけど、ちょっとアイライン長めにするね。グリッターももうグリッターさせよ何系のピザ、何でも好き。あのチーズと蜂蜜のやつ、蜂蜜かかってるピザ美味しくない？私すっごい好きなんだけど。さつききゅうさん、ありがとうございます全然前世全然前世か、なんかただなんかもうほぼ歌じゃんみたいな、ほぼ歌じゃんと思ってちょっと笑っちゃった。全然前世はなんだろうな、なんだろうな、なんだろうな、蜂蜜にしとく、蜂蜜にしよっかな、蜂蜜で。前世で蜂蜜っていうことある？
物ってある前世で物っていうことある前世で物ってことあるそれはさ、そのどういうこと自分でもよく分かんないことになっちゃってるんだけどあれ適当すぎた、ごめんねそう、はちみつの方、はち、あら、うん、はちみつ、生涯はちみつってどういうこと、どういう感じになったらいいかな、ぬしが物ってねえ、どうしよう自分でもちょっとびっくりしちゃったはちみつの話してたじゃん、だってもうね腐らないし、いいねそういうことだよ、不死身じゃん腐らないのはもうそういうことにしておきましょう、そういうことだ、そうしようね陽キャでしたか、どうですかね、どうだろうな、どうだろう、どうだと思うね、今日は30分ごろです、今日なんか目しゃっきりだな、私しゃっきりそう今日眠くないな、いやこういう時が一番危ないのよ、あのね寝るの遅くなるじゃん、まあ下はね朝は割とね、あの大丈夫なんだけどね、夜更かししちゃうな、夜更かしすると生活リズムが崩れちゃうのよ、そうだよ、全然前世を意識した蜂蜜色のセーターだよ、意識してたんだ実は夜更かし今日はしない、最近福岡から東京にまた戻ってきて、あの生活習慣を改めよう習慣になっている、生活習慣改めよう習慣です今、そうだからもう早く寝る準備をするっていうのを今心がけてます、そうできるだけね、そう時差ボケいやなんかね、福岡に帰ってから生活習慣正しくなったんだよ、配信もさ朝9時からとかだったじゃん、9時半からとか、そうだから割と朝ものんびり8時に起きれたし、8時に起きるのが多分ベストだよね、人間わかんないけど、私は8時に起きるのがきっとベストなのよ、何もしなくって8時に起きれるもんで、8時でしょで、夜もその福岡に帰ってる貴重な時間で何だろう、ダラダラこう寝る準備をダラダラしたくないと思って、チャッチャッチャッってもう寝る準備を終わらせてたのよ、数日間、だからね生活リズムが良かったのよ、なんか今まではさ年明けてからオールしようみたいな、いとことねよく年越ししてたから、おばあちゃんとかもいたけど、いとこともう年ハッピーニューイヤーってしてから、もうスイッチでスイッチで、ウィーじゃないや、スイッチでねマリオしたり、ね、なんだかんだしたり、何してたんだろう、まあゲームしたり、テレビの音楽番組見たりとか、ふみさんありがとうございます、で5時ぐらいにスイッチでウィーそう、ねスイッチでいいじゃなくて、そう音楽番組見て、で5時ぐらいになったら電車に乗って福袋をね並びに行くために、こう早起きというか電車に乗って朝からすごい朝活したりと、すごい充実、ある意味充実させてたんだけど、ともにさんありがとうございます、もう今年はねハッピーニューイヤーってして、配信あったじゃないですか、配信あった後、あれもあの時顔だけメイクしててもね、もう寝る準備バッチリだったので、メイク落とすだけで、そうだからメイク落として、すぐ就寝、まあもうすぐ寝ましたよあの時はで次の日の朝に備えました、次の日の朝はやっぱこうね予定も詰め詰めだったし、おせちも食べないといけないので、もう食べないといけないという予定を私は組んでたので、もう朝も食べて、お昼朝早めのおせちを食べて、お昼もおせちを食べて、夜は何食べたっけみたいな、こう朝早く起きて食べ物を食べる時間を長くしようっていう、そういう年明けでしたね私は、だから早く寝ました、
夜ご飯何食べたんだろう、何食べたんかな、お腹いっぱいすぎて何も食べてなかったんかもしれんですね。170日も私配信してんの、びっくりなんですけど、ありがとうございます、いつも見てくださって。すごい食でしたよ、もう食の数日間、やっぱ私食べるの大好きなんだなと思いました。趣味何ってなったら食べ物を検索することと食べ物を食べることだと思う、本当に。あと、まあ、料理もね含めて。お雑煮も食べた。あのね、ずっとずっとおせち広げてて、ずっとなんかあの食べてた。でね、近所の子とかもね、おばあちゃん家に来て、若干のカラオケ大会みたいなのもして楽しかった。本当に楽しかったですね。スイッチで Wii がやった、なんか頭に残った。スイッチで Wii の村山優香ですって覚えてください、ぜひ。あの初めましての方で嬉しいですよ、ありがとうございますね、親さんそうそうそう、メガチ好き本当に。今日 iPad だとさ、コメントがちょっと下になっちゃって、下向きになっちゃうんだよね。だからできれば iPad こっち向きで。あ、てか待って、私さ、なあ、そこまで変わんないか。あ、けど変わる？いや、変わんないか。あの携帯のさ、端末の方からコメントを見たらいいんじゃないかって思ったんですけど、この 5センチぐらいの差でしたね。はいはい、5センチの差ですね。ともにさん、ありがとうございます。はい、やすこさん面白いですね、私すごい好きです。腕疲れる？腕疲れるかな。なずきちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。配信しない、どうだろう。いや変わんないな、そんなに変わんない。ありがとうございますって。あ、ここにあるかこっちにあるか、どっちがいいんだろう。あ、けどこれだと、あ、見えるか。ちょっと独り言すっごく多くてごめんなさいね。なんか誰かに聞かれてると思うと独り言って増えません？私だけかな。一人でいるときこんなにね独り言多いわけじゃないのよ。そやね、そんなに一人、そう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 。え、わかる、わかりますよね。独り言多くないと配信にならない、確かに全部独り言だよね。増えがち、そう増えがちなのよ。けどさ、ちょっと関係ないことを独り言しすぎじゃなかった？今すごいすっごい独り言だったよね。こんばんは。あ、明日の配信はちょっと覚えてるうちに言うと、間に合えば9時からしたいなと思ってます。ちょっとわかんないけど、あ、朝じゃない方じゃ、ね。なんかさ、間違った時にさ、なんだろう、家族に道、その車でナビしてる時とかあるのね。ね、携帯でナビする時とかもあるじゃん、あるのよ。設定もしたりするけど、携帯で私がナビしてる時に右と左たまに間違えるの。家族に「右じゃない方に！」ってすごい失礼じゃない、迷惑。ジェフさん、ありがとうございます。危ないよね。フェイントかけちゃうの、間違っちゃって、そうそうそう、右じゃない方で。あ、映っちゃった。そう、本当に危ない。そう、21時の方で、21時からできたらいいなと思ってます。シドさん、ありがとうございます。コマコマコマ、ありがとうございます。さつききゅうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さらなさかなさん、ありがとうございます。じゃない方ってちょっとね、ちょっとダメだよね、運転の時なんか特に。みたいな。あとね、私ね、家族をね、よく、私助手席乗るの好きなんだけど、家族を よく驚かせちゃうことがあって、っていうのも、みどりちゃん、ありがとうございます。もう東京に来てから車に乗ることがないじゃないですか。で、乗った時もそのなんだろう、事務所の方に送っていただくこととかなので、なんだろう、 でっかいバスみたいな感じに乗るの。マイクロバスみたいな、でっかいバスじゃないね、マイクロバスみたいな感じに乗るから、横の景色しか見ないのよ。横の景色しか見れないのよ。だから
噛みすぎ噛みすぎてびっくりした。そうおしゃべりなのに滑舌追いついてくれないから伝わりにくくてごめんなさいね。だから福岡でその親の運転する車とか乗るとそのフロントガラスからの景色というかフロント前の景色をさ見慣れてなさすぎてその半年以上だからもう親の車でさえ乗るのがドキドキするようになっちゃったの最近は。だからもうちょっと曲がるだけでもカーブするだけでもやばいやばい車来てるやばい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 とかすっごいキャッ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 キャ隣で言ってるの。だからちょっと親に迷惑かけてる。あのびっくりするでしょってわーとかからその言っちゃう時があってあのわー怖い怖い怖いとかさ、ね、え何が起きたのってなるじゃん運転してる側からすると。だからねちょっとねある意味びっくりさせてる親にね。そうなんかね本当にねカーブとかが怖くて怖くてそうカーブしようってしてるじゃん車が。でちょっと先からこう車が来てるの見えるじゃん。もうぶつかるんじゃないかって結構距離空いてるのにぶつかるんじゃないかって思ってぶつかっちゃうよ危ないよそんなギリギリ行かないでとかそう言っちゃう。絶対分かってるのにねそのね何年間ね何十年間ってさ運転してるからさそんな感覚ぐらい分かるよって話だよ。私免許持ってない人からしたらもうただビビってるだけなのね。免許持ってないっていうかただ私が本当にビビりなだけなんだけどねそうなんかねちょっと車なんか騒がしいですね。私はお黙りなさいって本当にね、もう家族もそれが慣れたのか無視ガムシでガムシでいてくれてる。そっちの方がありがたいね分かってくれてるからさ無視してくれてる。そう慣れてるよね。さすが家族だ。あと私はもちろんね今のうちでも歌ったりするんだけどやっぱりさご近所迷惑とか気にするじゃん。だからあんまりこうね自分が思うように歌えないわけですよお家の中で。あつしさんありがとうございます。で福岡帰ったらもうね車の中でもう歌いまくっちゃったよ。もう楽しくって楽しくってねもうあの私のお兄ちゃんも結構車の中で歌うタイプなのよ。だからもう車の中がもうガン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 もうカラオケボックスみたいな感じになってて楽しかったですね車の中が。そう車の中で歌うの楽しい本当に楽しいの。あつしさんたくさんありがとうございます。今日ですありがとうございます。そう車でね歌うタイプ。そう車が一番車の中が一番歌ってる。そうあ踊りもしてるよたまにね。楽しいんだよね車の中こう一番音漏れしないじゃん。そうね、ゲントルさんありがとうございます。ありがとうございます。お風呂も歌う響くとね歌うなんかさいいよね一番うまく聞こえないお風呂がけどさね。あやかちゃんありがとうございます。達也さんありがとうございます。お風呂のさ換気口からもうダダ漏れなのよね。だから私のお家とかはお家あのその福岡の時とかは近所に友達が住んでたから今日昨日歌ってたでしょって次の日学校で言われるのバレたとかそういう会話をよくしてました友達とね。あやかちゃんありがとうございます。ともにいさんありがとうございます。そうまあね18年間住んだ家だからこそできるって感じ。そのご近所さんも私がちっちゃい頃から知ってくださってるからこそできる感じ。そうそうよく歌っててさあとねそのお友達と家近かったからさ兄弟喧嘩とかも結構聞こえてた。昨日お兄ちゃんと喧嘩してたでしょバレた。逆もあるけどねそのお友達に言うこと言う時もある昨日何々してたみたいな。
そう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 、筒抜け、さすがにね、そのただ喋ってるだけのあの声とか聞こえないんだけど、喧嘩の時ってさ結構私も叫ぶのよ、叫ぶというか、そうギャ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 なのよ。あんまり喧嘩しないけどね、もう喧嘩しないけど、昔は小学校の時とかやっぱりこう、お兄ちゃん嫌いとか多分言ってたと思うのよ。あと泣く、私ね泣いちゃうのよ喧嘩すると、なぜかね涙が出てこんのよ、わかります？そう、泣きたくないのに涙が出てくるのよ、こうやって涙流したままでいい、今は聞いて兄ちゃん嫌い。私のお母さんに、からあげさんありがとうございますあのなんだろう、喧嘩の時ってさもうどっちも悪いじゃん。だから特に私とお兄ちゃんの喧嘩なんて本当にどっちも悪いのよ。あのどっちも悪いっていうか、もうどっちもどっちの喧嘩しかしなかったのだからな、そうなんだけど、私はお母さんに、ね、お兄ちゃんがよく言ってた。そう、いや私、そう、私のお母さんはもうどっちもどっちだねっていう感じの対応をしている。わたるさんありがとうございます。はじめまして、平山由佳です。喧嘩の内容覚えてない、なんだろう、全然覚えてない。最近喧嘩してないもん。なんだろうね、けどあのお母さんに言ってあの味方してくれなかったら今度お父さんに行くのねえお兄ちゃんいやね、私のね、あの親のいいところというか、そのまあ兄弟、その年の差が近いっていうのもあるけど、お兄ちゃんだから何々しなさいとかっていうのが家族内で聞いたことがないの。それはね結構いいなって思う。なんかよく聞くじゃん、姉妹とか兄弟間でさ、お姉ちゃんだから何々しなさいとかっていうのは、年が近いっていうのと男女だったっていうのもあって、お兄ちゃんだから何々しなさいとかっていうのはもう全然聞いたことがなかったね。はじめまして、のんちさん、はじめまして、ありがとうございます。村山由佳です。そう、ありがとうございます。比べる対象でもないよね、男女だと特に力の差もあるしさね、そうてな感じ、てな感じってどんな感じそうね、お父さんにそう言ってたりした。あ、私ね、お父さんにっていうか、ちょっと話は変わるんだけど、よく使ってたあのちょっとね、ずる賢いというかずるい技があって、お父さんに対して、お父さんが寝てる時があったのよ、リビングとかで。そうけど、親って話しかけたら答えてくれるじゃないですか、どんだけ眠い時でも。なんかこう返事、うんみたいな、そう、こう寝ぼけてるというか、うんみたいな感じで何でも返信してくれるのよ、返事してくれるのよ。だから小学校の時とかはそれを利用して、ねえねえみたいな、お菓子買ってくれみたいな、うん言ってくれるから今聞いたみたいな、家族、他の起きてる家族に、ね、今聞いたお菓子買ってくれるって言ってたよねって言って、であの家族にもそのちゃんとあの、そう、結構ね、その証拠をね作って、後日お菓子買ってもらってたことがよくありましたお父さんが起きた時に「ねえねえ」みたいな、「ゆかにお菓子買ってくれるって言ってたよね」卑怯だよね、小学生ってさ卑怯だよねそんなことをねしてました、よくそういうところにね血を使っちゃってるからさそう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 、よくしてたな、懐かしいあと、あの昔は
iPad、まあ、自分の携帯を多分キッズ携帯か、まあ、持ってなかったかだったので、ああ時間ありがとうございます、YouTube とかを見るのに親の iPad をで使いたかったのよ。けどまあね、お父さんとかはこう寝てる瞬間があるのよ。それもまたお父さんが寝てる瞬間で、お父さん使ってるなみたいな、今寝てるなみたいな感じで取れるかも奪えるかもって思ってくって、こうやってゆっくりゆっくりねで近寄って取ろうとするんだけど、たまに起きちゃうのよ。起きると見てる見てるって親って言うじゃん。親に限らずだけど、そう見てる見てるって絶対見てないのに、絶対見てないでしょみたいな感じなんだけど、そう見てる見てるってやるだから本当にもう気づかれないように。で廊下とかね、階段あったから階段にさこうメキメキメキって言うのよ、メキメキメキって。もう靴下履いたりしてたもんね、音鳴らないように、やばいみたいな。で取れるじゃん、取れてよっしゃみたいな感じで iPad をね見て YouTube 見てたりしたし、あとお兄ちゃんと今日はどっちが行くかみたいなじゃんけんとかして、よしみたいな行ったこともあった。でたまにちょっとなんてこったなことが起きてて、部屋の扉をね閉めてる時があったのよ。お父さんがもう扉を閉めるとさ、扉を開けるさ、音も出るさ、だからもうね、やばいやばい扉閉まってるお兄ちゃんって言ってた。本当にね、なんかさ、そういうなんだろうな、なんかね、そういうことばっかりしてたの私。小学校中学校はしてたかな、中学校1年生ぐらいまでしてたかもしれない、いやしてないか、中学校1年生です。うわー、ギラびっくりしちゃったよ、もうびっくり、ごめんなさいねびっくりしちゃった。23時半のアラーム、びっくりしたよね、私もびっくりしちゃったびっくりしたよ。23時半にアラームかけてて、はい、今日やること終わったかなっていうアラームなんだけど、いつもはね配信してる端末でねだったから、ただ配信止まるだけだったんだけど、ちょっとびっくりしちゃった、私もびっくりしちゃったなんか止まっちゃった、私もなんか止まっちゃったよ本当にごめんなさいね、ドッキリ大成功ってわけじゃないんだけど、狙ってたわけじゃないよ、本当に忘れてた、時間の感覚なかった私のアラーム音バレちゃった。じゃんち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 ゃん、23時半のアラームだけこの音にしてる。他はね、チレレレレレレレっていう黒電話なんだけどこれは歌に入るのかてってれー、騙されたでしょ皆さん騙されたでしょね、そう、そっか、そういうことがあるのね、気をつけます、気をつけよう一緒にお揃いにします。なんて音なんだろう、ちゃん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 、何のアラーム、みつきのその44分っていうのは、20時44分って何があんの、なんだろう、テレビ番組、さらのさかなさんありがとうございます。なんだろう、放置してる時計がね、ある、私もお家にある、あるあるある、なんかね、何時かになるんだよね、9時ぐらいになるの、朝と夜の9時ぐらいになる時、なる時計がある、腕時計。23時半も負けてない、やった、対抗していこうかな、みつきにこんばんは、ぼんたろうさん、はじめまして、よろしくお願いします、お願いしますあるあるなんてあるあるじゃないって言って、腕時計ってさ、設定してないのにアラームなんないんだって。けどさ、なんか私腕時計あんまつけないからさ、放置してるんだけど、ずっと鳴ってる、あーまた鳴ってると思いながら、私アラームですぐ起きれない人、なかなかね、起きれる時は起きれるんだけど、起きれない時本当に起きれなくて、聞こえないもん、今日なんか特にアラームの音聞こえなかった
気づいたら最後のアラームぐらいになってて、えっ、もうあえっって感じ、もうびっくり、本当になったと思って。私ね、あの通知というか、あの着信音量を最大にしてるのよ。なおかつ黒電話よ。黒電話って多分私の中では一番大きい音なの。いろんなね音あるけど。なのによ、はじめまして、リコのレイさん。私リコの配信で見たことあるかも。こんばんは、ありがとうございます、嬉しい。こんばんは、リコファミの方ですか？リコファミっていいよね、なんかアットホームな感じがして、嬉しい、ありがとうございます。そうそうそう、あ、きらめき、あ、きらめきだそうです、ありがとうございます、きらめきだそうです。ありがとうございます。初見です、ウリトーさん、ありがとうございます。村山由佳です、お願いします。今日はね、夢の中でもアラームなんなかった。てか今日夢見てないよ、今日に限らず。エコーかかってる、エコーかかってる、どんなエコー、きらめき、きらめき、きらめきみたいな。初夢見てないの、私夢見ない人なんだなって。本当に皆さんの初夢は、なんかね、あのコメントね、私の夢見たよっていう方いらっしゃって、もう本当に嬉しかった。初夢、私のことある、こんな幸せなことありますか、ありがとうございます。あ、いらっしゃった、嬉しい、もうありがとうございます、嬉しいよ。夢見ることは自由、それはそういうけど、熟睡できてる証拠。本当にそうなのかな、やっぱり常に熟睡してるから。ゾンビ、初夢ゾンビ、初寝言、わかんない、寝言を聞いてくれる人がいないから。寝言の話はまた今度にするね、多分もう日回って明日の朝とかなっちゃうかも。私本当に寝言すごいの。今はねだいぶ落ち着いたと思うし、まあ、落ち着いたって思ってるのはただ聞く人がいないから落ち着いてるだけかもしれないんだけど、落ち着いてるっていう感覚になってるかわかんないけど、私もう寝言本当に多くて、ね、まあ一回会ったのは、おばあちゃん家でね寝てて、いとことかもいたんだけど、足つった足つったって言ったみたいだから、いとかは起きてたのよその時。私が足つった足つったって言ってるもんだから、もうね、いとこもびっくり、みたいな、水みたいな、水飲ませてあげれみたいなけどね、私足つった感覚もないし、それを言った記憶も本当にないの。やばいよね。そう、いとこも驚いてたね。ことで、そうそうなのよね。まあまあ、それはもう本当に序の口で、全然もうね、もっといろいろあるのよ。あと普通に冷蔵庫ね、リビングで寝ちゃってた時とか、ともにさんありがとうございます。リビングで寝ちゃってた時に家族は起きてるのよ。で冷蔵庫ね、普通に開けに行っちゃったりするの。開けてパッて開けて、フッて閉じて、またそのさっきまでこう寝てた虫について寝るっていう家族もびっくり。これはもう どうしたんだ、なんだ今の動きはみたいな。本当にね、危ないのよ。けどね、前はすごいそういうのがあったんだけど、記憶ないの。危ないよね。だから心配して、お母様もそういうのを本当に、まあ、心配じゃん、こう大丈夫かなって、様子でしないかなってなるじゃん。だから心配で、私が自然教室あったんだけど、その小学校か中学校の時に、自然教室の時に、もしかしたらもう窓の外からね、こうなんか抜け出しちゃうんじゃないかって思ったみたいで、本当にリアルガチな感じで担任の先生に相談しようとしてました。本当に危ないけどね、大丈夫だった、大丈夫だったよ、大丈夫だった。相談もしてないし、その時までに治ってた、全然治ってた、だから大丈夫。本当にね、危ないの。今はね全然ないよ。大丈夫、あー心配かけちゃった、ごめんなさい、大丈夫、もう全然。今朝起きたらリビングいるとかそんなことないから、もうなんなら堂々と布団の中に眠ってるので大丈夫です。大丈夫、ごめんね、心配かけちゃった、そんなつもりじゃ、心配しないで、うん、
過去のこと、過去の話。そう、隣の人は切られたかも。ああ、それはあるかも。それはごめん。それはごめんなさい。それはあるね。実はもう一周回って来てるみたいな感じ。家の中一周して、また戻って朝に起きたら、元の場所みたいな。あり得るかもしれないね。とか言って。寝床、ね、寝床じゃない、寝言とか聞こえるんだ、すごい。そういうのダメなんだよね、器用すぎるね。すごいよね、昔はね、よく寝てた、喋ってたし寝てたし。けどね、今とんでもなく寝ぼけてるなっていう自覚がある時もあるのよ。今も寝てない、今は起きてる、がっつり起きてる。目シャキーンだよ、シャキーンって、シャキーン、懐かしい。あら、スマホ再起動、いってらっしゃい。あ、パワーアップの方か、そっちかい。私シャキーンの方かと思っちゃった。まあ、どっちもあるよね。パワーアップ体操でしょ、好きだったな私。あれに出てみたかったもん、お母さんと一緒ね。すごくない、出てみたかった。合宿中、大丈夫大丈夫大丈夫だったよ。懐かしい。私あれ、あの歌が好き。あのなんかピンクのパンダみたいな、パペペ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 ピンクのペンギンみたいな、あんな有名、こんな有名いっぱいあるよねみたいな。ちょっと全然歌詞違うかもしれないけど、パ行が多めの歌があったのよ。あのイラストがすごい好きで、お母さんと一緒のね。わかるかな、その音楽しか流れてません。確かにな、あるかもね。そう、お子さん的にいいね、楽しい。私もう本当にもう赤ちゃん大好きなの。さ、それこそさ、福岡がさ帰った時にさ、そのご近所さんがさ、こう割と、ね、年齢も低めだったのよ。もう可愛くって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 、もうね、癒された。癒されるよね。まあね、子育てってそんな数時間だけしか私はその近所のこといなかったけどね、毎日いると楽しいことばかりではないのも承知なんですけれども、癒されるよね。癒されちゃう。赤ちゃんで、え、いいんですか、いいんですか、私に飽きちゃうよ。嬉しい。ドラえもん、ドラえもん。モノマネで言うとね、最近ね、あゆみがね、トゥイーティのモノマネしてる。僕トゥイーティ、あ、そんなんじゃないな、なんだっけ、悪い猫だみたいなね、モノマネをしてて好きなんだよね。あゆみがモノマネするしてるのすごい好きなの。上手じゃん、あの子。悪い猫なんだよ。違うのよ、こんなセリフじゃないのよ。トゥイーティ怖い怖い、どんなんだっけ。悪い猫パン。私はね、ただなんかちょっと変なところから声出てるぐらいな感じなんだけど、リコはね、誰だっけな、メイクさんだっけな、メイクさんからもうトゥイーティに似てるねって言われてた。メンバーからね、リコはトゥイーティに似てるって結構言われてるのよ。あの目の、なんだろう、パッチリ感が似てて、でついこの間メイクさんにも、あのトゥイーティだったかな、メイクさんだったかな、そう、似てるみたいな言われてて、もう驚いてた、リコ本人も。え、いや、私ってやっぱそんなに似てるのみたいな。自分でびっくりしてた。あ、言われたって言ってた。そうそうなのよ、言われてて。悪い猫さん、私トゥイーティの T シャツ持ってるわ。そういえば持ってる。ねえ、ついてきてたの、おそろできるじゃん。あ、待って、足しびれた、痛い、あ、足しびれた。いてて。
れね、キャラクターものね、福岡にあるんだよね。なんかさ、何が映ってよくて何が映っちゃダメなのか分かんなくて、分かってなくて、そうだからね、福岡に置いてきちゃった。明日何着る予定なの？そうなんだよね、どうしよう、悩んでる、悩んでるよ。どうしようかな、着たい服いっぱいありすぎて。だから本当に最近さ、この間あのツイートでも出したんだけど、お洋服を選ぶ瞬間が本当に楽しい。また服交換して、あ、もちろんもちろんするよ。え、あ、そうなの？え、めっちゃ高いじゃん。ももかと会えるかな、明日。会えるかな、部が離れてるな、会えるかな、会えるといいんだけど、会えるかな、見たい。ツイッター楽しみにしよう。子さんかわいいよね。今回はね、お友達と洋服は見に行ってないのよ。そう、見に行けてなくて、家族とね選びました。選んだっていうか、買い物行ったりもした。そう、サンタクロースとか、あきおめ、どこどこどこどん、チョキチ、ありがとうございます。進撃のヒロさん、ありがとうございます。チョキチ、ありがとうございます。嬉しい、ナイス。チョキチ、チョキチでしたね。え、何着よう、髪型も何しよう。いつもね、あの髪型決まんないの、私どうしても決められなくて、まあ、服の系統とかにもよるんだけど、だいたいこうおろしでもポニーでもハーフアップでも、まあその他いろんな髪型、割と何でも合うような服着るからさ、私いつもお話し会のその会場に行って、そこにいるメンバーに聞いてる。まあだから美月が多いのよ。美月葵に聞いてるね。ねえ、髪型どうしようって言って出る。聞いてますね。昨日かかったから今日も来ちゃった。嬉しい、ありがとうございます。昨日もポニーテールだったね。たまにはポニーテールじゃない時もあるんだけど、珍しく2連チャンでポニーテールでした。そう、美月、うん、決めてくれてる。美月ね、全然あの優柔不断じゃないじゃないですか、私とも真逆で。だからさ、あの決断力あっていいね。あと後押ししてくれる、すっごい。で、あ、そうで、この間ね、あのこの間っていうか、あのあいみとご飯食べに行った時があったの。分かっちゃうよね、メニュー決めるのにみたいな。ペアがもうペアになっちゃったから、もう2人で競争した。あのどっちが早くメニュー決めれるかみたいな。じゃないとさ、本当に一生決まらないから。で、勝者どっちだと思いますか？そうそう、そうしないとそう決められなくて。え、あゆみが多いじゃん。え、私勝つとは思えてないの？皆さん、そんな、そんな。じゃあ結果発表いきますね。結果、私が勝ちました。私が勝った、勝ったんだよ、私が、この私が。びっくりでしょ。そうそう、嘘はよくないよ。嘘じゃないよ、何秒差、あ、1分差ぐらい。私がじゃあこれにするって決めて、じゃああいみも1分で決めるみたいなね、決まったので、1分差で私が勝ちましたよ。けど分かんない、次またそういう機会があった時は負けちゃうかもしれないので、それちょっと分かんないね。今回に関しては勝ちました。そう、けどいや、初めはね、あいみが先に決めてたのよ。あいみが決めてて、私が2択で迷ってたのよ。進撃のヒロさん、ありがとうございます。だから初めは私負けてたんだけど、最後の最後であゆみがやっぱ待ってみたいな感じになって、そう勝ったという感じで。そうそうそう、え、負けてあげてて、まあ確かに
そういうこと？悔しいな。なんか私だけこう結構ノリノリだった感じ、もしかして。それも辛い。まあ、悩みやな。そっか、なんか二人の会話の中では、よかったねみたいなのになったんだけど、あれれあれれれれあれれ、まさかのあゆみが勝ち、もしかして。いやけど最終的にあゆみっぽい、あれれそんな、あらー、そっか、まあゆみの方が大人だもん。10ヶ月離れてるんだよ。そこで誕生日差を使ってみる。10ヶ月離れてるんだよ、あゆみと。そうだよね、そうなんだよ。この聞いてみて配信で、さつききゅうさんありがとうございます。そう、みつきとね、そうご飯行くときは早いよ。迷ってたのかな。そう迷ってたんだよ。ともにさんありがとうございます。決めるの早い、早いですね。あ、お話し会の時にお弁当いただくじゃないですか。大体 2,3 種類あるんですけど、私は大体あの2択で迷うのよ。基本2択で迷っちゃうの。だからどっちしよっかなって決めて、あのそう、もうお決まり文句みたいな感じ。自分で決める時もあるしってな感じ。なんかカロリー的にこっちがいったとかの時もある。え、正解、私お魚選んじゃう。お魚ってさ、めった食べないじゃん。めったに、なんで2抜けたの。めったに食べないじゃん。だからお魚弁当食べることの方が多いかも。めっためった食べないっすよね。そう、めった食べん、めった食べんよ。一言だけなのに一文字迷わない状況あるよ。あるある、全然ある、あります。食べ物でも迷わない時もある。めったないけどね、そのことはめったにないんですけど、迷わない時も全然あります。そう、私がね、迷ってる話ばっかりしちゃうから、迷ってる人だと思うでしょ。迷わない時も何割かは。ね、流行語決めちゃう？もう決めちゃう？あ、危ない危ない危ない、ブロックしちゃうところだった。これね、コメント欄をさ、こうやってずっとスクロールしてるとさ、皆さんのプロフィールをたまに押しちゃうのよ。それでね、ブロック画面になれ、なりかけてびっくりしちゃった。そう。200回に1回くらい迷わない、そうかもしれない。なことないでしょ、なわけないよ。もっともっと決めれてる。1億回に1回ぐらいかな。え、そう、一人暮らししたら外食以外で魚、そうなの。だから家で魚食べないからね、もう外で魚食べちゃおうっていうので、魚選んじゃう。あとなんだろう、揚げ物系とかお家で作らないし、めった食べないから。慣れた。一人は一人なりの良さがあるしね。けど家族来てくれてもいいんだよってよく言ってる。ね、東京来ないの？東京来てくれてもいいんだよって言ってる親に。きよりさんありがとうございます。別に一人暮らしも嫌じゃないんだけど、やっぱいてくれた方が、私はね、家族大好きなので、本当にいてくれた方が嬉しいですね。そうメンバー来ないね、メンバー来ない。そう、東京押すんだけど、けどやっぱりさ、そんなさ難しい話じゃんね。なあさんありがとうございます。あきおめでーす、ありがとうございます。遠いのよ。そう、遠いのけど、前に比べてなんだろう、今回のその飛行機旅でずっと外見てたから、すごい早く感じたのよ。外見るの楽しすぎて、福岡から東京までの間がすごく短く感じたから、そのおかげで福岡と東京の距離は短いっていう
感覚にちょっと今なってる。今だけかもしれないけど、それは離陸後の話、離陸後の話ですね。ニックさんありがとうございます。12時までやっちゃおうかな。え、待って、あとちょっとしかないじゃないですか。あと 2,3 分で大丈夫しますね。ひー、はや、はやいやいやいや、そう、あとでした。そう、意外と距離近いじゃんと思って、飛行機に乗ると。みっちゃんありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます。だから福岡の距離も意外と近いと思うと寂しくないけどね、お友達と遊べないのはやっぱ寂しいね。こうね、地元というか、このね、実家暮らしの子とかはさ、お休みの日にお友達と遊んだ頃とかもあるけど、私も本当に友達、東京での友達少ないからさ、何人かはいるのよ。福岡から東京にいたよみたいな子とかもいるし、もともと東京にいたよっていう子もいるんだけど、そう、本当に数人すぎて、すべるごみセーフ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。そう、お、福岡に行くこと、嬉しい、ぜひぜひぜひ、そう、行くわ、暇なら呼んでくれって、そうそうそう、言ってくれてる、嬉しいよね。みんなで友達になろう。そうそうそう、じゃん。じゃあ9時5分なので誕生日をしていきたいと思います。すっごいなんかちょっと久しぶりにおしゃべりになっちゃった。いつもだよってね、バレちゃった。いつもですけど、いつも以上になんか話した気がする。危ない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 。では10歳の方から誕生日していきます。13位、大津さん、ありがとうございます。12位、長崎県民さん、ありがとうございます。11位、ふみさん、ありがとうございます。10位、スカイさん、ありがとうございます。9位、達也さん、ありがとうございます。8位、ゲタルさん、ありがとうございます。7位、あやかちゃん、ありがとうございます。6位、さつききゅうさん、ありがとうございます。5位、あつしさん、ありがとうございます。4位、さらのさかなさん、ありがとうございます。3位、しどさん、ありがとうございます。2位、進撃のひらさん、ありがとうございます。そして1位、たまにさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、あっという間だね、本当に。あっという間だよ。1時間半かな、10時半からして1時間半、あっという間すぎる。明日はお話し会ですね、オンライン個別お話し会、今年初のお話し会ということで、もう楽しみですよ。明けましておめでとうございます。一緒にしましょうね。ありがとうございます。とても楽しみで、明日も楽しい一日になりそうです。配信はお話し会終わって夜の9時から始められたらなって思ってます。スクショタイムいいですよ。ちょっと待ってね。今いっぱいまわたきしちゃった。あ、梅の写真がいっぱいだ。愛しいなの。何があるん？いいかな？ OK ですか？イエイ、ありがとうございます。いやさ、私さあと3分で話す内容じゃないかもしれないけど、思うんだけど、最近 iPad で配信するようになったじゃん。で、 iPad って結構こう画面大きめじゃん。こんだけ大きく映ってるんだと思って、 iPad の方からするとでびっくりしちゃってるのに、パソコンで見ていらっしゃる方もいらっしゃるじゃない。もうパソコンで見てるだなんて、もう私がどんだけでかく映ってるんだって、もうちょっと恥ずかしくなっちゃうなっていう話ね、こんだけすごい大きくね映ってるんでしょ。ドドンと、ドドンとドドンと、恥ずかしいね。
明日から前は見なくていいよ。そんな大きく見ないで、恥ずかしいからテレビでマジですか、キャー、わお、まああらまあ、いいテレビというのを忘れていた、すっごっ映画館で、もうそこまで来たらちょっと嬉しいけどね映画館まで来ると嬉しい。まつげ数えられるぐらい近いってこと、今めっちゃ近じゃん、めっちゃ近。ありがとうございます。ということで、あと2分ある。あれだね、携帯でさ時間見れるからしやすい、配信しやすい。あのうちの時計はね信用してないので一応あってはいるんだけど秒数まで分かんないじゃん、だから不意にプチッとか切れちゃうとさ、そうないじゃん、そうあんま信用してないの時計泣いてるよ、ごめんシャキッピーさんありがとうございます。中吉でした、ありがとうございます。最後はマイホーム中吉でしたね、いい中吉でありがとうございます。そうナイス中吉ありがとうございます。はい、ということで、じゃああとちょっとかな、あとちょっとだ。皆さん今日も一日お疲れ様でした。一週間そしてお疲れ様です、平日お疲れ様、明日も皆さんにとっていい一日になりますように。お話し会も楽しみです。ゆっくり寝てね、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみー、バイバーイ、おやすみこちらこそありがとうございました。切れないね、なかなかね、どういう時切れるんだろうね、バイバイいつ切れるんだろう、バイバイえ、これさ